お茶の水女子大学の研究グループはインタラクション2011において食べることで音の変化する食器食べてる民のデモ展示を行いました。これは、低高地の変化によって、音が変化するんですけど、これを口に当てることによってここで一周電気が通ることによって糖化回路になって、そこの低高地っていうのが出て食べ物によって、変わって出てくるんですが、その値によって音を鳴らしています。体のどこについても大抵鳴ります。はい、どこでも電気通ってるので。でも口の中が一番ウェットなのですごく音が良くなります。リズムよく音が変化していくことによってもっと食べたくなるだとか、ちょっと苦手だった食べ物も食べてみたくなるっていうところを狙っています。子どもが楽しんで使ってくれたらいいなと思って。皮と中身で素材が異なるものだと両者の抵抗値の違いからより複雑な音を楽しむことができたり、鶏皮のように伸びる素材だと皮の伸び具合に応じて音程が変化してビブラートのような音を生成することも可能です。複数人でも使える、こうやって手をつないであーんって食べさせ合いっこすると音が鳴るんですけど、今は単純に1人使った時の音が鳴っているところを2人でやった時に特別な音が鳴るってことにしたら、ちょっと友達に自慢したくなって一緒にやってみようってならないかなって思ってます。フォーク以外にもスプーンやコップなどへの実装を検討しています。スプーンに実装すればスープなどの液体類にも使用できるようになるということです。また電極を2つの食器に分割することで、例えばとっくりからおちょこに液体を注いだときだけ音が変化するような2つの食器を同時に使った場合のみ音を奏でるシステムを検討しています。